まっすぐ見る感じいいよね。今のはずるいわ。何やろ、泣きそうなの。朝起きた時、目の調子が悪くて心が躍りません。どうも、チカログの凌介です。お願いします。っていうことなんですけれども、なんかね、目の内側が花粉症やと思うんですけど、かいてしまってるのか、なんかね、カサカサなんですよ。で、朝起きた時に多分腫れてしまってるのか、僕一重なんですけど二重になるんですよ。なので誰こいつっていう状況になるんですね。なんかすごいそれが治らなくて、薬塗ったらちょっと治まるんですけど、なんかこれが永遠のここ数ヶ月、治っては出て治っては出てが続いてるので、治し方わかる方ぜひコメントお待ちしておりますでして、てな感じで始まったわけでございますけれども、本日はですね、とてもお久しぶりのあのグループを見させていただくんですけれども、なんと今回はユニット曲ということで、早速発表していきたいと思います。平成ジャンプ、マイガール。はい、こちら平成ジャンプのマイガールという楽曲で、ライブの映像になるんですけれども、今回は山田くんと有岡くんのユニット曲ということで、想像がつかないんですけれども、何が怖いって、山田くんと有岡くんは同世代なんですよ。山田くんに関しては3日違いなんですよ。しかも名前は同じ凌介です。なんて違う凌介なんやと思うねんけど、なんかね、その2人がこうやってライブで輝いてる姿を見ることで、俺も頑張ろうっていつも思えるんですよ。なので今回も同世代の2人が踊ってる、どういう楽曲なのか、ジャンプタンのみんなと心を躍らせながら見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。よろしく、どうぞ。チカログ、それでは見ていきたいと思います。オープンザ PC。このマイガールっていう楽曲の概要欄を見させていただいたんですけど、一人の女性との片思いの絶妙な関係性がモチーフ、二人の透き通る歌声がちょっぴり切ないユニット曲ということで、ちょっと恋愛系の切なく儚くなのか、実ってしまうのか、ちょっと楽しみな楽曲ということで、早速見ていこうと思います。 Thank you やほんでございます。それでは早速見ていきたいと思います。平成ジャンプ、マイガール、オフィシャルライブビデオ、山田くんと有岡くんのユニット曲です。ポチッと、な。おー、完成具。あー、めっちゃいいな。もういいな。いやー、声がいいな。ははは。キレと体幹がもう出てる。はい、このまっすぐ見る感じいいよね。あーほほほ、あー、この掛け合いめっちゃいい。はい、山田くんほんまうまいな。いいね、私はしない。このこれをしっかり取るね。おおおお、つなえ、これ誰の振り付けやろう。バレ引いてまう。あ、お互い片思い。うわ、すげえ。うわ、突き出てたな、えぐい。あー、お互いが女の子にもやってるか。ここのサビいいね。はーい、あー、これは聞ける。うわ、すげえ。
軽く。おお。歌詞出てるやん。うわ、これちょっと踊ってみたいぐらいかっこいい。今のはずるいわ。何やろ、泣きそうだが。あー、びっくりした。電話の音つながんのかと思った。めっちゃいい。なんかあんまり恋愛ソングって聞かないんやけど、歌詞もそうやねんけど、この音程というか一定感のあるリズムがめっちゃ心地よくて、めちゃくちゃ良かった。普通にちょっと感動してもうた。ごめんなさい、だいぶ静かに見てしまいました。これね、ダンスはめちゃくちゃそこを言いたいんですけど、展開が早すぎる。なので2回目しっかり止めて見ていきたいと思います。それでは早速見ていきたいと思います。2回目のリアクションです。落ちたな。コンさん歓声がえぐい。ここのさ、この深み山田くんえぐいな。このでも全体通して思ったのは、わざとちょっと踊り方を変えてるような気もしてて、あえてガチガチに揃えてないか、なんかお互いのその、まあ、恋愛においての性格というかを表してんのかなっていうふうに思ってて、もしそれができるとしたら表現者としては花丸です。この辺もちょっと振り付けがちゃうかったりするよね。ここ好き。この細かいストップの見せ方がいいよね。あれを描くの軸のブレなさ、こういう描き合いめっちゃいい。このさ、山田くんのここまでのここの軸のブレなさが、見せたいところはここやねんっていう協調性が見える。いや、いいね。いや、マジ聞きやすいよな、歌声。こういうの、こういうの。チャッチャッっていう、この後ろにずっとあるクラップ音みたいな、目合わせて踊ってるのがめっちゃ好きで、ここめっちゃ好き。ここ、この、スッっていうのが、意外と難しいんですよ、これ。結構な勢いでいってるから、ブレやすいんですけど、それを、っていうストップかけれてんのがやっぱうまいね、二人。スン。この掛け合い好き、後ろで。はい、もう一回。ドゥ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 ね。細かすぎてわからない。これしかも反対ねんな、踊り。これね、一個全然話変わるんですけど、有岡くんってタトゥーを入れてはるのかな。おしゃれに見えるよね、こういうの。山田くんの本入ってんのかなと思って。いやー、うまいな見せ方。ツンタタッタっていう細かい音の取り方と、この手首とかだけで見せれてるのが素晴らしいね。見やすいようなこのサビ。いや、いいね。このストップ好き。これなんか気づきました。二人で撮ってる音が違うんですよ、最後。有岡くんのターンと、山田くんのタカタカっていうのと、撮り方を変えてますね。いや、いいねー。
やー見やすいなーダンス。おーっと、のぞけばもやってんな。ヒートミーのぞけばってやってるね。こう、このなんやろ、山田くんとあゆくんの声質のこの違いがめっちゃいい感じに混じるね。いいね、この手出すのに届かない感じ。あれは砂絵っていうんですかね、吐かないですよね、あれ。ここ好き、パッて止まって抜けるの、ここ好き。止まらなく抜きたいのよね。いや、いいねー、こういう掛け合いのとこもあんねんな。はーい、見やす。はい、ちょっとストップ、最後行く前に一旦ストップです。もう一度この掛け合いが見たいんで、この有吉くんの手はじくだとかズンズンだとか、二人ならではのやりとりですね、これは。山田くんの踊り方ってちょっとジャズチックなの好きやねんな。いいね、このディスタンス好き。あー、これさ、後ろの絵と被ってる、今の手払うこれと後ろの絵が、わー、ここチキやで、えぐい。ちょっと待って、かっこいい。え、かっこいい。この僕だけを見ての2つはやばくない？えぐくない？これこれやばいな、破壊力えぐいな。シンプルにうまいねんな、マジで。なんか山田君って欠点ないんかな。いや、これさ、有岡くん2個上なんよな。マジで見えへんバブさがあるよな。こういうのも踊れるし、バチバチもヒップホップできるし、ギャップえぐいな。はい、ということで、マイガール、なんやろ、このストーリー性を俺は考えちゃうんやけど、なんか MV で言うとお互い違う恋愛をしてるようなイメージ、同じ人っていうイメージではなんかないかなっていうのと、途中で言ったように踊り方をあえて変えることで歌に対するアプローチというか裏背景まで見せてくれてるんちゃうかなっていう勝手な考察があるんですけど、キャンプターンのみんながどう思ったかっていうのもまたコメントでお待ちしています。何よりこの綺麗な2人のハーモニー、そして久しぶりに平成ジャンプが見れたことが最大のところでして、いや、めちゃくちゃ良かった。平成ジャンプってほんまいいな。チカログ。はい、ということで平成ジャンプマイガール、山田くんと有岡くんでした。もう語り尽くした部分ではあるんですけど、久々になんかこういう恋の歌っていうのを聞いて、しんみりっていうとマイナスに聞こえちゃうかもしれないけど、潤った感じ、潤ったもなんか合ってるのか分からんけど、悲しくはないけどすんっていう感じのなんか感情になったね。ライブの映像やからさ、最初はうわーっていうのがあったんやけど、歌い出してからのみんなのこの何もできない聞き入ることしかできないっていう、あの空気感を作り出せる2人のやっぱ魅力が詰まった楽曲やなっていう風に思いましたね。
こういうロックでハッピーダンスが結構多いんやけど、どちらかというともう感情系やったり思いを見せるようなダンスっていうのも習ったこととかはないんやけど結構好きで、人間ってやっぱり喜怒哀楽があるから、それをダンスで表現するっていうのを俺はしたいなってめっちゃ思ってて、かといってこうできるわけではないんですけど結構意識する部分ではあって、ダンスだけってなるとやっぱ難しい部分もあるんやけれど、やっぱりこうやって歌っていう強みの一つがあるので、それと相まってジャンプ団の心を癒してくれる平成ジャンプがこれからもそばにいてくれることが本当に幸せでして、てな感じで YouTube チカラゴは年内チャンネル登録者数10万人を目指して日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったと思ってくださった方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そして僕たちの SNS を概要欄に貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローのほどよろしくお願いします。てな感じでこの辺で終わろうと思います。せーの、バイバーイ。